やりますか。今日はね、盛りだくさんたくさん作ってきます。ブリ、こっちか、ブリの照り焼き作ります。先にちょっと漬けだれ作んなきゃいけないんで、漬けるための作業をします。これに2つ入るかな。まあ入りそうか。こっちもあります。まあね、計量はね、ある程度大雑把でもいいんですよ。あとみりん、これ見てください。これニトリで買った、計量も簡単にできちゃうっていうやつです。初めて使うんだよね、これ、砂糖大さじ1。これ大さじを適当によそって、ここでシュッとすり切ると、え1よそってシュッとすり切る、あ、まあまあまあ、ああいい感じに1か、まあ、これですり切りいっぱい。これも下につかないようになんかうまく置ける。こうか。おお、取っ手が下に落ちない、素晴らしいねこれ。さこれ主婦も多分見てるだろうから、これ歓喜だろうね。砂糖溶けないね。まあいいや。でこの中に30分ぐらい漬けとくといいらしいんで、まずね、一番最初にこの時間がかかりそうなやつ、2つはね、多分ね、やりすぎ食べすぎなんだけど、まあいいでしょう。たくさん食べると美味しいからね。ブリ早速入れていきます。あ、いいね。すごいブリって脂乗ってるね。やっぱ寒ブリって感じするわ。よいしょ。今こんな感じで、ブリが砂糖、みりん、醤油、酒の溶液に使ってるんで、まあ、ちょっとしたら適当な時間を見てまたひっくり返したりしていきたいと思います。でこれはとりあえず、どこか遠くに置いておきます。欲張ってこれメイクイン、まあ、カレー作った時に残ってるやつがあって、それでやればいいかなと思ったんだけど足りなかったんで、2袋、大量にあるんですけど、これで肉じゃがを作っていきます。皮洗う必要ある？ないよね。どうせまた後で最後に洗えばいいでしょう。どんどん剥いていきます。剥けちゃいました。これ水で洗っちゃいます。ちょっとここきれいにします。で、切った先ほどのじゃがいも半分っこにします。肉じゃがのやつも半分って書いてあるんだけど、結構1個がでかくなりそうだね、半分だとね。これぐらい、まあこれを箸で崩してつついて食べるみたいな感じが、結構でかいよね。まあいいや、見にくいので。オッケー。この人参の切り方は何切りだろうな。いわゆる乱切りみたいなやつなのかな。ちょっと頭だけ落としちゃう。頭、尻尾か。多分このゴロゴロ回しながら切る。大丈夫だとは思うけど、ちょっとあきゃらさまにでかいのでちょっとカットします。まあ、こんなもんでしょう。玉ねぎ丸々1個使います。なんか仕様を見たら4等分にするって書いてあるんだけど、本当これどういうことだ。4等分ってバシって4つに割りゃいいのかな。結構でかいけど4等分だと、こういうことになって、まあ芯落とすか。まあどうなんだろうね。肉じゃがの玉ねぎはこれぐらいか。まあこんなもんか。今使ってたブリちゃん、いるんで、これをひっくり返します。多分多少味がついてんじゃないかな。ああいい感じだね、色ついてるね。この違いが
はっきり分かるんじゃないかな。いいね。よいしょ。これまたもうちょっと反対側も漬け込みたいんで、これで放置します。で、肉、肉はね、今回豚肉にしました。豚も牛もね、どっちもいけるみたいなんだけど、今回豚ロース薄切りカナダ産、肉の量はなんと 314g なんで、これは大体4人前ぐらいに当たるんじゃないかなと思います。あ、いいんじゃないですか。なんかあんまりね、油が多くなさそうなやつを選んだんだけど、まあこんなもんか。うん、めっちゃくっつく。サラダ油ひいといてよかったって思うけど、大丈夫かこれ。まあいいでしょう。野菜入れます。これ野菜全部、丸ごとボンします。入ったね。全体にこう油が行き渡るまでやればいいらしいんで、適当にやってれば多分油が、おっと、肉じゃがのタレ作ります。秘伝のタレいっちゃいます。蓋をしてちょっと火強めて、ポコポコするまで強火で、強火というか中火でやっていきます。まあこれぐらいかな。これぐらいに切って、でブリテリーに使うときに、何だっけかな、切れ目が入ってると多少なんか味が染み込みやすいんで、片面だけに、こんな感じか、切れ目入れます。でも醤油醤油醤油だよね。まあ、軽め、ほんの軽めでちょろんにするか。これ醤油をちょっこすたらします。うん、これぐらいだね。これはもうホタテそっくりの、まあ、見た目もホタテみたいなね、貧乏人レシピ。水気が取れて、お、いいな。とりあえずへばりつかなければ OK。 あ、いいね。お、いい感じだ。弱火だね。で、おネギの方が先に火が通るらしいんで、おネギは早めに揚げちゃいます。こんな振らなくていいです。なんかちょっと緊張して振ってます。4つ。これが正しい向き、きっと。滑んねえ、おい。あ、キヌサヤ出てきましたけど、電子レンジで爆発したのか、しなしなになってます。まあいい、まあいいでしょう。おお、あ、いい香りだ。肉じゃがですね。な、超うまそう。香りも最高だな。で、ここにもうちょっと元気があればよかったけど、キヌサヤ先生を、まあこんな感じだろうね、2枚ぐらい乗っけて、えのきじゃない、エリンギのバター醤油焼き、肉じゃが、ぶりの照り焼きとネギのセット、ご飯、わかめだけの味噌汁。ザッツオールです。まずは、これから。あ、やっぱ肉じゃがの玉ねぎってこれぐらいでいいんだね。柔らか、あ、おい
しいわ。甘いな、サラダ。うん、めっちゃ柔らかい。そして我らのジャガイモさん。こんな。ホクホクしてそうね。美味しい。やっぱ肉じゃがうまいな。お肉と一緒に、お肉玉ねぎと一緒に、まあこれ一緒に食べなきゃダメだからね、本当はね。圧力鍋のパワーを感じる。ああいい感じだね、照ってるね。皮まで食べたいね。よいしょ。いただきます。脂乗ってて美味しいわ。これご飯が進むね。最後にホタテそっくりの味、エリンギバター醤油炒め。もう見た目はホタテだよね、もう。バター薄いな。普段食べたのに比べてだいぶバター少なめなんで、バター薄いです。まあでも美味しいね。料理はね、よく作ってるんでね、また撮ってあげようと思います。それじゃあまた、またね、バイバイ。